立ち入り禁止になってるよ。12キロ風呂です。何、僕にはワンカップで重りがあるんで、僕だここにちゃんと仕込んでる同じぐらい。いいなぁ。はい、では準備できましたので、アブちゃんには頑張ってもらおうと思います。はい、じゃあね、俺一足先に帰ってるんで。またか、熱いもの。ちょっと待っててくださいよ。わからんこれでもね、雄三たちと合流して帰るからね。そうですね、うん、ということで、頑張ってください。はい、行ってしまった。ちょっとね、これ奥映ってると思うんですけど、吸い込まれそうなね、この暗闇がおるんですが、きっとなんかね、いそうだと思うんで、早速こいつ、じゃじゃん、スピーボやっちゃいましょう。はじめまして、本社のアブちゃんと申します。突然夜中にお邪魔してごめんなさい。どなたがいらっしゃいましたら一言いただけませんでしょうか。あ、おばあちゃんみたいな。本当か？何か言いたいことがあるということでしょうか。ない？鳥居の方に向けてみようかな。もしもーし。いや、違うな。電話じゃねえのね。雄三みたいな声してる。はい、準備できました。キテル検証、やっていこうと思います。これ、後ろに、めちゃくちゃ綺麗な夜景が、全く見えないですね。やっていこうと思います。はい、スピリットボックス準備できました。いきなり喋ってますね。めちゃくちゃなんか、そういえばめちゃくちゃスピリットボックスここ拾うんですよ。こんばんは。どなたかいらっしゃいますか？なんか変なノイズが聞こえる。なんか女性の声が聞こえますね。すいません、女性の方が近くにいらっしゃるんですか？なんか聞こえますね。うっすらなんか言ってるんですけど。マジって。ううって。マジううみたいな。やっぱりちょっと女性の声が多いですね。うわ、雨がめちゃくちゃ降ってきました。これ見えますかね？ちょっと、もうちょっと屋内に避難したいと思います。ちょっとカメラ、動かしますね。さっき歩いてきた時、とても夜景が綺麗なとこだったんですが、なんでいつも？ん？なんでいつも来るのかと。二人で一緒になんとかって、何？二人で一緒に飲もうよってこと？ちょっと画角変えました。雨も、ね、今ちょっとやんだ、降ったりやんだりなんで、ちょっと雨が当たらないところに移動してます。まあ、東屋の中ですね、ちょっと。じゃあ、また、ちょっとスピリットボックス、毎回これつけて準備するの申し訳ないですけど、準備します。こんばんは。どなたか、まだいらっしゃいますか？先ほどは女性の声がずっと聞こえてましたけど、どうでしょうか？男性の声になりましたね。なんかこう、こもった声で、みたいな女性の方が、女性の声がすごい聞こえますね。すいません、前回いた方、
もしいたら返事してもらってもいいですか？今なんか完全になんか人間の声じゃないような声でおーおーみたいななんか聞こえてますね。なんかずっとなんか言ってるんですけどちょっとうまく聞き取れないですね。皆さんわかりますか？もし誰かいるんであれば、あの今頃本丸の方でアブちゃんが一人検証してると思うのでどっかそちらの方に行ってもらえると僕的にはとても助かります。使っちゃいますか、これ。一緒になんとかってさっき言ってたんでこういうことかなと。僕からいただいてよろしいでしょうか。いいってことだね、多分。体中に染み渡ると思いませんか？今回ワンカップが300なんですけど100どうですか？あんまり飲んでるからかな、反応なくなっちゃった。どういうことですか？道中大変だったんですよ。世間話作戦で行ってみようかなと。すごい高いところですね。そうなんですよ。すごい道中汗だくになっちゃいまして。皆さんそうなんですかね。本当に。せっかく喋ってるのに被せちゃった。こっちが喋ると喋っちゃうからね。自分で書き消しちゃってるや。どうでしょう。ちょっと時間も経ちましたし、ご一緒に飲みませんか？いや、ちょっとね、あ、なんか、最後に何か言っていただけると嬉しいんですけれども。なさそうですかね。ちょっとね、雨もパラパラしてきたんで、一旦この辺で終わりたいと思います。ごちそうさまでした。すごい見晴らしがいいところなんですけど、ここで夜景見てたりするんですか？やめてみたいな。何か苦しんでるんですか？もし何かあったら、教えて、答えていただきたいんですけど。なんかちょくちょく喋るんですよ。でもやっぱり、何言ってるかはちょっとわからないですね。かなり遅くして。もうちょっと聞き取りやすくなるかもしれないんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。すみません、どなたかいればお返事いただいてもいいですか？なんかボソボソってゆっくり。なんか本当に何言ってるか全然わかんないんですよ。でも、こちらの問いにちょっと答えてくれるような、
そんな感じですね。女性の方の声が聞こえてるんですけど、ここで何かあった方なんですか？男性の方はいらっしゃらないですか？なんかちょっと日本語じゃないっぽいな、声が。そろそろお時間にはなりそうなんですけど、何か最後に伝えたいこととか、そういったことがあれば、ぜひお願いしたいんですが、何かありますでしょうか？なんか、わーみたいな、入ってますかね、これ。わーみたいなのが。音が大きいのは、ちょっとラジオっぽいんですけど、なんかその合間合間とか、全然関係ない、その、急になんか、うめき声だったりとか、そういったのがちょっと聞こえてますね。では、そろそろお時間なので、スピリットボックスこれで切りたいと思います。ご協力ありがとうございました。また、ちょっとアブちゃんたちと、合流したいと思いますので、一人検証はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった？なんか重すぎてちょっと背縮んだまである。あるよね、足がガクガク。僕らの方の、探索は土砂崩れのせいで、まあ、あのもう皆さん見てると思うんですけど、道が通れなかったんで、かなりの大回りをして。でもその間ウェイトつけてなかったよね。そうなんですよね。じゃあダメだ。それはそう。大回りしてないと一緒ってことですね。しとる。しとる。結果してないってことだよね。しとるの。一人検証はちょっとハプニングがありまして、これまあ撮ってると ポロリでもした。すごいじゃん。撮ってると赤い、あのね、録画マークが出るじゃないですか。あれ確認して撮ってたんですけど、途中で切れて、で、あ、バッテリー切れちゃったのかなと思って、いろいろ見てたら、そもそも録画されてなくて。まあ、あっち側でね、二度と来るなって言われてんのに、俺ら4回目来てるもんね。そうなんですね。そりゃ、映ってなくてもおかしくないよね。え、どうでした？アブちゃん。まあ、探索は、まあ、とにかく、あれよ、あれのせいでウェイトね、もうちょっとちっちゃくなって今に至ると。まあまあまあ。で、まあ一人検証の方はね、まあすごくね、いろいろスピボがすごい結構反応してくれて、だからね、やっぱね、やってるが、この風も結構強かったんで、風の音と一緒になっちゃってね、あんまりちょっと聞き取れないというか。それはね、後でデータチェックしてね、どういう風になってるか見させてもらおうかなと。僕はあのちょっと途中で、ぜひアブちゃんの方に行ってくださいってずっとお願いしてたんで、一人検証中は。まあまあまあ、それもね、2人とも一人検証もがっつり経験して、ウェイトもがっつり経験して、良い夏休みになったんじゃないかなと思いますんで。あ、ワンカップちゃんと飲んだな。ありがた、すごいじゃん。ありがた水。ありがた水があったね、今日は。何それ。ありがた水。とてもありがたい水がね。た水。ありがたウォーター。ドドンって出てるでしょ、今この辺に。ありがたウォーター。うるさ。本当に。まあまあ、それのおかげでちょっと生き残れたんですよ。そうなんだ。よかったなら。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、しっかりね、運動したということで、二人ともね、いつもいただいている美味しい、ありがた、ありがたウォーターを。ありがたウォーターザバスザバスかける2ということで。バナナ味ね、理想の体へ、ね。ちゃんとシェイクしようよ。バナナシェイク出来上がるよ。シャク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 。まあまあちゃんと振ってるよ。意味ねえんだけどな。OK! OK! 早飲んで。シャね、足の震えが止まらないね、これ。これマジでね、映してほしいんだけど、ずっとブルブル震えてるんだ。生まれたて。やばい、なんかね、すごいね、バイブになってる。本当だ。ずっと震えてるんですよ。やばすぎだ。モーター入ってるの。いただきまーす。
生ぬるいタバスは、ね、地獄なのね。捨てやすいように紙パックをへし折ってくした。モーター入ってるって何？モーター入ってるぐらい気になって飲めんかったんだけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあですね、締めの握力測定やってもらおうと思います。はい、じゃあ行きます。僕ね、絶対上がってる自信がある。何か知らんけど、みなぎってる今。じゃあ行きます。ゼロ。足にモーター入ってる。そう、あ、ゼロです。電力使うのあり？じゃあ行きますね。電力はなしで。ザバスパワー、ありがとうございます。炭酸電池2本までだよ。何でもありがたなんだよ。俺が言ったろ。52.1 だよね。まあね、あの経験者的に言うと当然のことだよ。明日以降だよね。そうっすね、そうですね。明日筋肉痛が来ればまだ若いから。明後日だな。明後日だ。早くて。まあまあおじさんだからね。どんまい。頑張っていきたいと思います。はい、動画の方にですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよっていうことがありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次回の動画で会いましょう。またねー。またねー。またねー。